猫にこんばんは。目が合ったら相手が犬であろうと猫であろうと挨拶をしましょう。犬も歩けば猫も歩く。そうです。運動不足にならないように1日1時間ぐらい散歩するととても健康にいいでしょう。腐っても食う。まあこの時期いろいろありますけども、食べ物は大切にしましょうね。じゃあ僕から涼子ちゃんに聞いてみましょう。はい。カッパの川流れ。キュウリが食べたいな。まさに今のあなたの状態がカッパの川流れなんですよ。知らなかったでしょう。知らなかった。すいません、大喜利ベタすぎます。一応考えたんですよ、今日カッパの女だからね。面白い映画ですよ。あ、そうですか。なかなかね、一体どうなるんだろう。それがいいですよね、やっぱり見ててね。1時間48分ぐらいなんですけど、全くどうなるかわからないです、最後まで。最後女の人がレインコートを着て終わりとか、そういうの面白くない。すいません、あとで話し合うから締め上げたりして、あの校舎の裏に連れてったのを焼き入れたりして、高校生か。さあ第2部になりまして、アシスタントが下上信さんから長田涼子になりました。はい、久しぶりに打ち合わせをしたイントロをやりましたけども、はい、まあまあかな。まあね、ことわざってね、間違えて、情けは人のためならずってどういう意味か言えます？情けは人のためならず、自分のためになる。あ、そうですそうです、はい、誰かにこう親切にすることは人のためじゃなくて自分に結局自分のためにやるんですよって、じゃあ袖すり合うも多少の縁。袖すり合うも多少の縁、電車で隣り合って座った時に袖が多少すり合っちゃうけど、それも縁の一つ。ちょっと分かんない。ごめんなさい、物投げられる。ごめんなさいごめんなさい。ですね、これはですね、多少は大きい、多い少ないじゃなくて他に生きると書くんですね。だから例えば今ちょっとすれ違って袖すり合っただけでも、はい、前の人生、前世では縁があった人かもしれない、この後来世で縁がある人かもしれないって深い仏教なんですよ。深い言葉なんです。それでカッパの川流れは、はい、間違って覚えてる方も多いみたいで、私は今回カッパの女を特集するにあたって調べたんで偉そうに言わせていただくんですが、はい、これは、どんなに名人でも間違う、失敗することもあるという意味で、うまくいかないこともあるという意味なんですって。だからカッパっていうのは泳ぎがうまいはずなんだけども、川流れってのはカッパでもこう大変なことがあるという、そういう意味らしいですよ。カッパでもうまく泳げないことがあるという、うん、まあ、カッパ見た人はいない。あ、でもカッパの女はカッパがね出てくるんでしょうかという話なんですけど、今日はカッパ巻きっていうよね、お寿司の。言いますね。あれはお金払う立場で言うとね、大変ありがたいです。そう、カッパ、あれよ、小ざっぱりとね、美味しいです、ね、昨日ね、キュウリ買ってきて、ね、なんかカッパの女を見た後だから、ね、頭の中がねなんかね、なぜかキュウリを買っちゃったら、イトーヨーカドー行って自然と手が伸びてしまう。 そしたらね、冷や汁うどんっていうね、このなんかごまだれのね、のがあったんですよ、はい、あ、これうどん、なぜかキュウリ買って、はい、あ、これがあって、あ、じゃあうどん買おうと思ってね、豆腐とかも入ってる、入ってるというか、それは入ってないやつですけどね、はい、とりあえずね、そのごまだれで食べたら美味しかった。あ、いいね、キュウリが、キュウリ1本食べて、キュウリってほとんどでも栄養はないらしいですけどね。あ、らしいですね。夏はいいですね、はい、体冷やすんです、冷やすんでね、はい、すいません、普通の話になってしまいました。うんちくがあるのかないのかわからないのがシネマストリートの特徴でございます。いいところですね。はい、では、今日はですね、今日 あのメインゲストであります、市橋プロデューサーと辻野監督に選んでいただいた曲をかけてるんですけどもね、はい、この曲の後は林さんかな、林さんかな、くるりでハイウェイ、ハイウェイくるりでした。林和夫の声もいいんですというわけでございまして、あ、どうもご無沙汰してます。林和夫です。林和夫です。和夫さんです。はい、いや本当にね、 ご無沙汰ではい、何でしょう、はい、マイクに向かうのが怖い、ご無沙汰すぎて。何を言ってるんですか、声が通っちゃいますもんね、どんどん通っちゃって。ご注文はご注文はあれですよ、ブルっていうね、海外ドラマのアフレコとか、 あとこの人はオペラ歌手で、ロシアでもやったし、バチカンでもね、なんとすごい人です。ワールドワイドですね。おとといが実はね、そのオペラの本番の
日だったんですよ。日の予定だったんですよ ね, すよね。その新国立劇場ですよ。私はちょっとあの合唱だけですけどね、その時は。でもちょっとね、今こういうコロナで残念延期になっています。残念ですね、本当に。まあいつかできますよ、ね、生きてる限りはいつかできる。ありがとうございました。どうも、良いお年を。違うわ。あ、違う。はい。ブーじゃないですか。今日はどんな映画を紹介してくれますか。今日はですね、うん、あの日本人の忘れ物、フィリピンと中国の残留孤児という、あの映画でございます。はい、実はですね、このプロデューサーの、あの河合博之さんという方が、いらっしゃるんですけども、弁護士さんなんですよね。弁護士さんなんですよ、これがすごい弁護士さんで、実は私の合唱団の、あの友人でもあるんですね。それすごい弁護士で、何がすごいかというと、はい、大型案件を数々手掛けて、まあ、それが勝利をしていると。勝利の数が並大抵ではないということですね。あの直近ではあの駿河銀行の不正融資事件だったじゃないですか、はい、あのかぼちゃの馬車っていうね、そういうシェアハウスで融資させて、それであの焦げ付いてしまった、450万円とか450億円ですね。そう、450万円ならこの借金を全額棒引きという成果を勝ち取ったというすごい弁護士さんですよ。それでまあこればかりでなく、あの脱原発訴訟でもね、25年近く関わってまして、もう原発訴訟というと必ずテレビ見ると出てくるんですよ。あ、そうなんですか、じゃあ顔は僕ら存じ上げてるかもしれません。そうですね、多分ね、そうですね、それでご自身もその映画を作っていて、原発三部作と呼ばれる映画があって、あ、日本と原発と日本と再生などがあるんですよね、その制作監督をしてたりすると、まあ、今回 の, あのご紹介する映画のテーマとなったフィリピン残留日本人の人権問題、これにも尽力しているということなんですね。それで六本木男性合唱団の活動としてはですね、なんと2015年にあのミュージカルを我々やったんですよ、はい、そう、男性合唱団なんで女性がいないということで、みんな女装をして、今ここに写真がありますけど、あ、もう結構です。林さんどれ。私はこれです。うわ、私はニーナという役なんですけどね。なんかあれです ね, 美しいですよね。あのカッパの女に出てくるのは最初の巨乳の女みたいです。あ、すいません、出てらっしゃいますか。それ、これが河合さんですね。あの河合さん男役でよかった。私は女役ですね。すいません、ラジオなんでその辺で結構です。はい、はい、はい、まあ、活躍されている、はいはい、さてこの映画の内容なんですけれども、あのフィリピンと中国の残留邦人を追いかけたドキュメンタリーということで、この河合さんという弁護士の方が合唱団で一緒に、まあ、あの要するにあのミュージカルの方も一緒にやってらっしゃるんですけど、あの林さんと、映画の制作もなさってるということですね。で、河合あの弁護士が作った映画が、日本人の忘れ物ということでございました。そうです、はい、真面目な映画です、はい、の方は。どんな内容でしょう。それで、中国残留孤児については皆さんもご存知だと思うんですが、はい、日中国交正常化をきっかけに、まあ、国民皆さん知られることになったんですけれども、まあ、その後あの帰国支援事業が始まって、帰ってきたと。ここまで皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、ここ言葉や文化の壁を乗り越えられずに貧困に陥って、ついには集団訴訟にも、ね、発展したと、まあ、そういう姿を追っていると。それ一方ですね、知らないのがフィリピン残留日本人というのがいらっしゃって、これは知りませんでした、それで彼らは戦前からフィリピンに移住した日本人の父親とフィリピン人との母親との間に生まれた子供たちということですね。それでそれ今はどうしてるかというと、反日感情の激しいフィリピンで、まあ、そういう社会から身を隠すように生きてきた人なんですよね。日本人として認めてほしいとやっぱりそう思う。それで日本国籍を取得したいと、そういった訴えに日本政府は支援の手が差し伸べずにいってるんですね。何もしてないんですね。何もしないですね。それはいろいろ理由があって、まあ、中国であんなにやってたのになぜフィリピンでやってないのかというの、まあ、一つは彼らの親が国策でフィリピンに渡ったんではないと言い張るんですよね。それでまあね、まあ、戦前の日本経済発展のために行ってるわけだし、それで戦争中は彼らの父親というのは現地で徴用もされているわけなのにね、そういうことを理由に支援の手を差し伸べないですね。それともう一つの理由は、日本とフィリピンの国交は、まあ、戦後すぐに正常化されているんで、その間にすでにもしねそういう要求があれば自分らで申請したんじゃないかと、まあ、中国の場合は非常に遅く
あの国交正常化されたんで、まあ、ああいう大々的なあの国家事業になったということですね。でも彼らは、まあ、隠れて暮らしている、教育も受けられないというような立場の人なんで、そういうの彼らに、まあ、申請の機会はあったのかと。それは日本人ゆえに差別されるのに日本国籍がないと、そもそもそういう理不尽な状況に置かれていたということですね。まあ、そういうようなことで、日本政府というのは問題の解決ではなくて時間切れによる問題の消失を待っているのではないか、そういうような中で、まあ、河合弁護士はあの手弁当で彼らの集積というんですね、あの日本人なのに戸籍がない人に対して戸籍を取らせることを集積、就職の州に戸籍の籍と書いて集積ということは今回初めて言った、私もですね、今ですね、うん、そういうのあの集積の支援を地道に続けている、その様子を描いています。またあの本当にあのこの活動、地道な活動でいろいろな支援者もあの取り付けてですね、寄付も取り付けて、今千何百人という人の集積に成功しているということですね。それでこの映画の冒頭に現れる、まあ、自国民の保護は国家の根本的な義務であるというのが書いてあるんですけど、あのね、政府の役割っていうのは国民の生命と財産を守ることなんですよ、はい、当たり前のことですよ、うん、まあ、それを考えるとまだそれが彼らに対してはできてないということで、戦後がまだ終わってないということを考えさせられると、まあ、私もね、偉そうなこと言ってこの映画見るまで全然そんな問題知らなかったですね、うんうん、まあ、そういう活動を地道に続けている、河合先生は偉いなと思います。10点満点で何点、これは9点ですね。なぜでしょう、9点、今まで知らなかったフィリピン残留日本人を取り上げて、まあ、真摯に描いているというので加点です。それもあの従来の枠組みの映画としてはもう最高点ですね。まあ、見引きというのもあるんですけども、まあ、皆さんにもぜひ知っていただきたいということでプラス点9点をつけさせていただきました。これはでもあの林さんと僕が知り合わなかったら見逃してるかもしれない、僕は。ああ、そうです。ちょっとあの実はまだ拝見してないんですけど、はい、ちょっと別の番組であの、はい、取り上げさせてください。すいません、申し訳ありません。あのというのは、皆さんご承知のようにこのずっと映画館が閉まっておりましてですね、この7月8月からもうパッツンパッツンなんですわ、ね、今いっぱい上映がありますから、はい、なんで、と思ってますけどね、これはぜひ見たい問題作、公開が7月25日土曜日ですね、うん、ポレポレ東中のほか全国順次公開です。はい、日本人の忘れ物、フィリピンと中国の残留邦人、はい、ぜひご覧ください。林一夫の声もいいんです。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は女優2人が登場します。斉藤和義で僕の見たビートルズはテレビの中、ピースしちゃうんだよな年代的に。いいですか、このアングルで。あ、もうお任せします。スリーショットですが、ツーショットでもいいけど、ツーショットもショット、あ、もしよければちょっと事務所 NG でしょ。全然でも何か乗せちゃうかもしれない。全然大丈夫ですか。全然大丈夫ですか。あ、でもこの頭から一緒です。一旦もう中が切っちゃってますけどね、ちょっと待って。ありがとうございます。こっち見て、こっち見て、はい、はいはい、写真じゃないかな。ちょっとまだ早いな、ごめんね、ちょっと まだ早いな、ちょっと、はい、後で編集しなくてもいいように今何回も切ってます、すいません。あ、すみません。さすがですプロ。ちょっとね、お二人のね、あの YouTube に関してはいろいろ言いたいことがありまして、本番ですごい嬉しい、楽しみ。あ、本当、はい、お二人に来ていただいております。一人はもうこの番組何回か、はい、一度ですね。あ、そうですか。一度だけお邪魔してます。古い知り合いであります、女優さんお二人、まずこの方お名前をどうぞ。自分の名前言うんです。はい、あ、私ですね、はい、吉村キリオです。そして、紹介してください、キリオちゃんから。私の、相方、相方
はい、エチュードチャンネルの菅原碧と申します。よろしくお願いします。あの私が一番嫌いなパターンですね。ちょっとフレッシュ感を出してみたんですけど、とにかくね、こういうなんかあの飲み会みたいなのがね、よく若手です、拍手しながら登場して、なんかよろしくっていうのはね、あれは時間が無駄ですよね。ちょっと芸人からみたいな。だから2人で、ね、漫才をやってらっしゃるんですか。芸人ではないんです、うん、あの私たちあの YouTuber として本日はお邪魔いたしました、ね、なんか女優さんやってらっしゃるんですけども、ちょっと説明してください、今やってる YouTube、うん、はい、YouTube 初の芝居系 YouTuber になりまして、うん、まあ、あの売れない役者2人でちょっと送りましてね、のことないじゃないですか。いっぱいが出てるじゃないですか。それで、うん、で始まった、はい、うん、そうなんですよ、売れない役者から、うん、底辺 YouTuber に挑戦をしている次第でございます。下から下へ。売れない役者から底辺 YouTuber に、りょうこちゃん、私今日何色の T シャツ着てます。赤です。これ偶然じゃないですよ、うん、この菅原碧さんが青を着てくるって僕は分かってるから、でキリちゃんが黄緑を着てくるって分かってるから、あの対抗して赤を着てくる。振動ですね。でこの菅原碧さんが何がすごいって、この人はギタリストなんですよね。そうですね、フェイスブックでも、はい、もうだいぶ長い、そうですね、エレキギターガンガン弾いてますけど、うん、エレキギター、はい、あの高校生の頃からなので、うん、もう10年以上はやってますか。はい、好きなミュージシャンって誰ですか、ギタリストで。ギタリストでは一番ヒデが好きですね。はい、メグリマス、エリック・クラプトンが好きだとか。ああ、そうですね、あの、うん、ハードコアが好きなので、うん、海外のアーティストいっぱい聴くんですけど、うん、でもそれでもやっぱり上手い下手とかじゃなくて、本当にかっこいいのはヒデさんだなって思います。そうですか、わかりました。さあ、何で検索すると出てくるんでしたっけ、その二人のは、あのお二人の YouTube の、はい、私たちのチャンネル名がですね、うん、エチュードチャンネルと申しまして、エチュードチャンネル、はい、エチュードはカタカナで、チャンネルひらがなです。エチュードチャンネルで検索すると出てくるんですが、はいはい、で二人がですね、僕いくつか拝見しました。 ありがとうございます、そうですね、あの激辛焼きそばが面白かった。始まって1分半で、ね、中断するんですよ。そんな体中断、あのね、本当に中断しちゃうんですよ、シャレじゃなくて。突然ね、青ちゃんが泣き出すから、あ、これやっぱり芝居でないと思ったらね、ダメだ、もうダメだ、いや、やめで、あれがまた再生回数も多いですな。おかげさまで、人の痛みを。あとね、女優の先輩後輩って言ってね、この吉村喜良さんが昔名古屋で女優やってた時に、ある人に いじめられたことをもとに、ね、先輩風吹かせる、あれが面白かった。あ、業界あるあるでございます。さあ、で今日はもう時間ございませんけど、お二人生でやっていただくということでございまして、よろしいでしょうか。はい、そうですね、じゃあ、そうですね、いつも10分ぐらいのネタが多いんですけど、まあ、今日特別に40秒ぐらいでですね。40秒、まあ、適当で止めるかもしれませんけど、はい、じゃあよろしいでしょうか。一応設定なんですけれども、はい、まあ、YouTube でございますから、はい、事前に収録をしてるわけなんですね、はい、で本日、8時から更新されます、うん、私どもの人気シリーズ、うん、これにこれが本日アップされるんですけれども、この予告編ということで本日やらせていただこうかなと思っております。出演者はもう先に言った方が、言わなくていい。あ、そうですね、一応役の設定なんですけれども、私青が演じるのは、まあ、陰キャで、前髪が長すぎて前が見えないですけれども、前髪恵子っていう名前でのキャラなんですね。ちゃん、はい、その、職場の先輩なんですね。そのパターンが一番僕安心して見れます。好かれて好かれて、あ、やった、貞子だ。いきますよ、よーい。先輩、今日も泊まりに行ってもいいですか。前髪さん、今日はちょっと無理なんだ。なんでですか。友達って言いましたよね。友達っていうか、どうしたどうしたどうした。どうしたの。いや、ちょっとそんな、怖いな。友達とまだしてね、もう。友達って思ってるのそっちだけだからね。私、友達と思ったこと一回もないんだから。友達って言ったのに、追い詰めてやる、追いかけてやる、友達って言ったのに、言っちゃった。謝らなきゃ。
感じで。はい、そこで長田涼子が、あ、もういいか。いや、違います。今ね、いきなり入れようと思ったけどね、あの、長田涼子さんが目が、やめて。3回ぐらい。私もう少しこの業界で長生きしたいから、ここで私を潰さないで。準備万端でしたよ。楽しみにしてた。今聞いてどうでした、りょうこちゃん。いや、 YouTube 見たくなりましたね。お二人のシリーズなんですか。これはですね、全部で何本ぐらい出たの。あ、もうもう20本ぐらいなんですけど、すね、シリーズは4本目に4本目して、第2期シリーズです。もうまだね、1ヶ月弱の私たちの YouTuber 歴ですけれども、すでにあの人気シリーズと。まあね、僕も何本か見て、まあ面白いのもあれば面白いのもあるんですけど、優しい。どうやっててどうですか、王さん。やっててですか。そうですね、あの芝池 YouTuber がそもそも YouTube に今いないので、あんまりいないかもしれないですね。そうなんですよね、そもそも需要があるのかどうかっていうところなんですけど、悩んでやってますよね。ゆりおさんどうですか。でもあの本当にあのまあ、YouTube 見ていただければ分かるんですけど、あの菅原青がド S で、私ド M ということで、あの、まあ、キャラじゃなくこれ本当なんですよ。で、あの毎回本当に現場に行って、今日この設定でやりますからって急に言われるんですよ。即興ですからね。無茶ぶりの無茶ぶり でだからかなり、アドリブもあるというか、相当ほとんど全アド、全アド、はい、そうですね、全アドで。ちょっと生放送だから聞いていいですかね。はい、過去の男の話とかしてるじゃないですか。あれはリアリー or not really？ あ、もう全部本当ガチの。想像にお任せした方がいいんじゃない？そう全部も YouTube なんで、あのさらけ出さないと。そうですよ、やっていけないんで。まあセキララに語っております。検索すればそれも聞けるということですね。そうですね。興味があるかどうかはちょっとわからないですけど。最後にじゃあもう一押しどうぞ。もう一つか。で、今、あの、前が、美恵子ですね。前が美恵子。はい、前が美恵子。この、私たちが人気シリーズと自負しております、この、キャラクターですね。本日8時に、更新されます。最新作が更新されますので。そして、今のエチュードの続きをですね、夜お楽しみいただけますので。エチュードチャンネル。エチュードはカタカナ、チャンネルはひらがなで、はい、エチュードチャンネルで検索してみてください。はい。吉村桐生さん、そして、前が美恵子こと、菅原青さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、佐渡子の世界へ帰ってください。帰ります。ありがとうございました。やこぜんで、ならば友よ。いやいや、上がってるじゃないか。二人上がってましたね、ちょっとね。皆様、昨日放送は川崎 FM、FM ケーシティです。79.1 メガヘルツで、ここ、武蔵小杉駅前にあります、タワープレス1階の小さなスタジオから、あなたへ、お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私、岡村雄一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この放送はインターネットので、世界中のどこからでもお聞きになることができます。滋賀県大津市でも、飯能市でも、皆様、ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、リスンレディオのところをチェックしてみてください。そして、岡村雄一のシネマストリート専用サイトでは、過去の放送の動画をご覧になることができます。さっきちょっとお話に出ました、2年前の6月の、あの、カメラを止めるな大特集の様子もご覧になることができます。これがね、YouTube のね、再生回数が8000とかいってます。すごいですね。すごいです。ぜひ皆様、一度、岡村市のシネマストリートで検索してみてください。さて、今日はですね、今週の土曜日、7月11日から公開になります映画、カッパの女の大特集をお送りしております。改めまして、プロデューサーの市橋浩二さん。はい、市橋です。よろしくお願いします。そして監督の辻野正樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。市橋プロデューサー、何か、はい、この、カッパの女の、公開に合わせて、キャンペーンを展開中と伺ってます、はい。そうなんです。今回、ケーズシネマと、新宿のケーズシネマと、池袋のシネマロサで、まあ、始まるんですけども。はい、シネマロサはもう、いわゆる、もう今や自主映画の殿堂と、そうですね。言われております。で、その初日からですね、先着50名様に、カッパカッパの女オリジナル布マスクをプレゼントさせていただこうと。これはレアな、今ちょっとここに写真がありますけど、やっぱり黄緑の。そうです。カッパの口をマスクにこう印刷してあるんですけどね。ちょっとなかなかオリジナルデザインでですね。これはレアな、もう今しか手に入らないです、ね。もうこの時しかやらないです。マスクっていうところがまたいいですね。そうなんですね。やっぱり。絶対必要なものです、今。はい。まあ安全に映画を見ていただくということで、マスクを皆さんにお配りさせていただきます。はい。はい。
で、このさっきちょっとお話が出ましたけども、この河童の女という映画は、川波という実際に、埼玉県飯能市にある、民宿が舞台で、ここは本当に泊まれる。もちろん本当に川波っていうね、はいはい、なんだっけ、あと、はい、鳥政ってなんか居酒屋みたいなのが出てきます。鳥政も川波も全部 実在の店の名前もそのままですよ ね。鳥政ちょっと焼き鳥食いたいですよ。そうですよね。あのコの字型のカウンターも。あ、いいですね。はい、なんか今ダメって言われてるけど、ちょっと密な感じでね、はいはい、知らない同士が行っても親しくなるような感じですけど、はい、川波の なんか、鮎の塩焼きみたいなの出てくるじゃないですか。はいはいはい、あれが美味しそうですね。そうですね。でそれの川波さんもですね、この公開に合わせてキャンペーンをやっていただくことになってます、うんうん、これが見たらやっぱりちょっと泊まりに行ってもいいかなと思いますよね。そうですそうです。じゃあ何がどんな特典があるんでしょう。ですね、この河童の女の見ていただいた、まあ、半券、うん、もしくはチラシをですね持って、川波さんのチラシはすでに持ってますよ私は、ここにはいはいはい、いただきました。民宿川波の方に行っていただきますとですね、なんと、なんと飲み物か、うん、魚の塩焼きが、うん、お一人様一つずつプレゼントということなので、うん、例えばあの飲み物の方はビールもしくはコーラおよびウーロン茶を選んでいただく。でその飲み物を選ぶか魚の方を選ぶかっていう形になってます。なるほど。で魚は鮎の塩焼きもしくはニジマスの塩焼きっていう形になってます。鮎の塩焼きがうまいね。なんだろう、鮎ってその味がすごく濃い魚じゃないんですけど、なんかのビールのあてにはいいですな。いいですよね。柔らかくて甘い、ね。本当はね、これ両方選ばれたらいいんですけど、どちらかということなので。そりゃそうですよ。飲み物か魚かっていう。グループ全員に。そうなんです。だからもう何人かで行ってね、シェアすればいいじゃないですか。はい、そうなんです。あ、そんな、どこまでもただで、ね、行こうとすることないので。まあ、一応予約時に、カパの女の半券もしくはチラシ持ってますよということを言っていただければ、はい、と思います。このチラシをさっきいただいて絶対返しますよ私は。いやいやいや、もうぜひぜひ。なるほどね。というわけでございまして、まあこういう民宿を舞台にした、はい、話をやってみたいと、はい、でなんとなくホラーとかね、はい、そっちに行きがちじゃないですか。あそこで何かが出るよみたいなね、はいはいはい、うん、というのことを初めだからタイトルだけ聞いて、はいはい、まあ、SF じゃないまでもちょっとホラー系かなというふうに言われません、ね、ちょっとそういうのね。ああ、まあ、カッパがね、どう絡んでくるか。どう絡んでくるか。あ、皆さんあれですよ、全く絡まないわけじゃないんですよ。今までの話の中でカッパが出てきてないだけのことですからね。僕らわざと言ってないだけですからね。そこでなあ どういうふうに出てくるんだろうみたいな見方はされるとは思うんですけどね。りょうこちゃんどうでしたこの映画見て。この演舞セミナールのシネマプロジェクト第9弾ということで、はい、オーディションで勝ち抜いた16名が出てると思うんですけど、はい、その16名一人一人のキャラクターが本当に立っていて、はい、まあ、出てくるキャラクター全員顔を覚えられるぐらいやっぱりインパクトがあるということと、あと引きの絵がとっても多くて、その飯能の美しいその川だったり景色とともに、そのこの場所にいるからこそ出てくる言葉とか関係性というのをすごく感じて、なんだろう、流れている時間というのを一緒に体験できるというか、はい、そういう風に感じました。 はい、あんたそんなことなんだかんだ言ってもね、なんですか、あんた都会しか住んだことないでしょ。いや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 僕ね田舎に住んでたことがあって、はい、それこそ鮎の美味しい岐阜に住んでたことがあるんですけど、ね、田舎のどうしようもない感じ、はっきり言って、でよく出てる。あ、どういうことかっていうとね、ゴルフ場はい、会っちゃうでしょ偶然、はい、それが田舎なんですよ。なぜなら行く場所が限られてるんですよ5つもないよね。そうっすね、パチンコ屋とかね、そうコンビニとかだからちょっとしかないし、しかも人口も少ないから、会っちゃってる時のあの感じね。そうですね、この映画の中でも登場人物がなんか関係ないようだけど、どっかで会っちゃってるみたいなのがありますからね、うんうん、そういうどっかみんな繋がってるみたいな感じ。そう、あそこにね、時々、はい、使わしも、中野正樹くんがいる、はい、団体もね、はい、あったりして、面白いんですけどね。あとね、非常に、さっきちょっと前半の、この番組で申し上げましたけども、こうなんかね、テグスのようなね、見えない糸をみんなが引っ張
引力関係がね、初め何もないんですよ、引っ張ってる感じがして、それでこの主人公のコージっていう男がこの謎の女にだん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 惹かれていくね、まあちょっとこのボーダーアキさんっていう得難いキャラクターの人が、ちょっと、ゴーダーさんが失礼だけど、すごい美人じゃないんだけど、男好きするっていうか、なんか魅力がある。で、かといって思いっきり謎な雰囲気でもないですよね。で、この人が、まあ言っていいですよね。ちょっとおかしいんですよね。今運転手さん人を引いたんじゃないの？私、おばあちゃんを殺したかもしれないとか、やったら妄想で、これ以上言わない方がいい？まあ、それぐらいで。で、あることを告白するんですけど、これも本当なのかどうなのか。だから、人が全部ミステリーであるという。で、主人公のこの民宿を、まあ、切り盛りしているコージ君も、実はちょっとある過去があってっていうのが出てきて、人って謎だなっていう。しかもこの田舎っていう、ある種密な、景色は広い場所なんですけど、密な空間で。で、非常になんかね、力学の映画ですよ。嬉しいです。そう、登場人物がいろんな人がいて、まあ、それぞれなんかまあ、オーディションで選んだ人たちなので、みんなをちゃんとなんか面白く見せたいなっていうのはやっぱあったんですよね。それでそれがなんか結構それぞれで面白いんだけども、やっぱ全部がそれがなんかうまいことつながってて、一個のなんか大きな流れになっていくみたいな感じにはしたいなっていうのは思ってましたね。カッパの川流れですよ。流れになっていくんですよ。割とこのシネマプロジェクトっていうやり方自体が、まあオーディションで、うん、まあ、キャストを先に選ぶ方がちょっと強いので、うん、まあ、もちろんこのカッパのなある程度のシナリオはあったんですけども、選んだ人たちのキャラクターをちゃんと生かすためには当て書きもしてるんですよね。その後にそういう部分でさっきおっしゃったそのみんなが生き生きしてるみたいなのはあると思うんですよ ね、はい、上田慎一郎監督もね、はい、全部当て書きで書いてる。そうです。だから大変失礼だけども、その、まあ、ちょっと近藤さん以外は今回のカッパの、ね、そんな有名な方は、うん、近藤吉政さん以外は出てらっしゃらないんですけども、ものすごく今りょうちゃんが言ったように、はい、合ってるし、あと監督がすごく俳優を愛してるのが分かる映画でね。なんかそのキャラクター一人一人一言は必ずなんか印象に残る言葉を残しているというような印象があって、本当になんか素敵だなって思いました。面白いのがね、まあいいですよね、この、まあ、刑事が2人いて、はいはいはい、いきなりもうあるストーリーが進んだからいきなり違う2人がバッと打つんですね。で、どこの観光地にもあるちょっと広い感じで、必ずうどんとかそばとか、まあ多分あそこカレーライスも置いてますよね。ああいうとこで男2人が全然今まで出てきた男がポンと飯食ってるんですよね。で、僕ら見てる2時間ドラマとか刑事ドラマ見てる、必ず刑事だとすぐ分かるような服装が出てくるんですよ。そうじゃないんで、何者か分からないですよ。それで、たぬきそば食べてるわけ。で、こっちはなんかうどんがなんか食べ終わってるんです。たぬきそばというのを知らないんですよね、この人はね。で、これがね、たぬきそばというところが面白い。なぜたぬきそばというか知ってます、りょうこちゃん。なんででしょう。たぬき、これ、わかりません。すいません。お願いします。天ぷらそばじゃなくて、はい、天ぷらとちょっと高いから、天かすが入ってるんですよ。で、ごまかしてるから、たぬきがバカす、みたいなことでたぬきそばっていうふうに僕は、死んだおばあちゃんから教えてもらいましたけどね。はい。で、たぬきそばって知らない人は知らないんですね。これももっと厳密に言うとですね、あんまり関西にはないんですね、たぬきそばというのは。僕も関西出身だったんで知らなかったんですよ、うん、だから、たぬきそばって、これをたぬきそばっていうのかっていうのは結構、年取ってからは。そうなんです。だからあそこの画面で見ると、左側で年上の、この人は西側の生まれだっていうのはそこでわかるわけですよ。で、若い刑事は、どっちかというと関東圏かなという。はい、そこ分かって、たぬきそばって知らないのって、ちょっとくれよって厚かましいから、嫌ですよ、先輩って言って、まだ刑事だと分からないんですよ、そこはね。いや、刑事かどうかは分かんないですね。分かんないですね、そこでね。まあ、見てる人も分からないし。あ、最後まで刑事じゃないかもね。うん。そうなんですよ。そうですね、もしかしたらね。なんとなくそれっぽいのは見せてますけどね。うん。あれだって、本物かどうか分からない。あれだって、ネットで買えますよね。警察ですって。警察ですってわざわざ見せるのもなんかちょっと、そう、あ、いや今気づいた、怖っ。そうですね、はい、質問してもいいですか、はい、監督、引きの絵がすごく、はいはいはい、多かったんですけど、引きの絵で長回しでそのカメラを撮っているっていうのには何か意図があるんでしょうか。まあ一個は本当単純に
あんまりカット割ると時間がかかるからっていうのもあるんですけど、でもやっぱり今回はそのワークショップがあって、うん、そのワークショップの間にその役者さんにお芝居をやってもらって、うん、それをちゃんと経て、でリハーサルもちゃんと時間を取ってやったので、お芝居をきっちり作りたいっていうのがあったので、うん、ちゃんとお芝居をやってそれを映すっていうことが、はい、今回の大事なとこだなと思ってたので、だからまあぶつ切りにか細かいカットあってっていうよりはちゃんと流れるお芝居を撮りたいっていう感じはありましたね、はい、この曲の後もさらにグリーンで奇跡グリーンでした。喋りたい、さっきちょっと申し上げたんですけどね、この番組の今日の番組の1時台の前半で紹介したウェブスっていう、はい、なんか上映中の、はい、アメリカ映画があるんですけど、あれとなぜか似ててですね、主役が変わるというか、もちろん主役はこの2人なんですけど、ちょっと頼りない感じの2人なんですけども、突然ポンと違うシーンで、うんうんうん、さっきまで僕見てたの何って、今言った刑事というか、まあ刑事かどうかもわからないで聞いてびっくりしちゃったんだけど、うどんとそば食べている男2人にいきなり変わって、うん、その瞬間彼らが主役でしょ。で見てて、ね、あ、これどうすんの、この女何者なんだろうな、この男頼りないな、民宿やっていけんのかなと思ったら、ポンと駅前になって、なんか撮影してんですよね。しかも携帯で撮ってて、で、YouTuber ですって言って、これ話どこ持ってくのこの監督だと思ってて、でもこれはここはカッパの伝説があるから誰か企画にインタビューしようって言って、中野正明君って結構座ってて、はいはい、あ、この人今そうだから行こうって、これ菓子パンかなんか食べてる、ね、中野君昔から知ってるけどね、この映画の中野正明が一番いいね。あ、本当ですか。そうですか。あれで座っててね、なかなかね、あれはいいし、なるほど、ああ嬉しい、いい芝居ですよ。それで初めもう前がちって YouTuber、 なんか田舎にありがちなと、テレビ局をやってきたみたいな感じのね、かわいらしいね、本当に、あ、嬉しい、うん、そっからどん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 そういう話が入って、中野が聞いたら喜ぶと思う、ああいうなんか、ね、何気ない面白さがポンポンポンとありますね。転換も面白いし、はいはいはい、俳優をすごく信用してらっしゃるっていうのも面白いし、はいはいはい、 それはちょっと考えてらっしゃった、その辺は。そうですね、なんかいろんな話があるから、多分パッとあれこれ何の話かなっていうのが、あれ親っていうのがあって、それがなんかつながっていくっていうのが面白いかなっていうのは思ってましたね、はい、なんか出会いの中でこう人が変わっていくっていうのが、やっぱりその、まあ、ずっと川があるじゃないですか、はいはいはい、まあ、中にメインに川がある中で暮らしている人たちの中で、はい、もう本当に流れのままにこう人が変わっていくっていうのが本当に、この映画の魅力だなって私は思って、はい、いろんな登場人物がいて、だけどなんか真ん中に川が流れてるみたいな、川があってそれがみんなをなんかつないでるみたいなイメージかなと思います、ね、これはやっぱり意識されました、川の登場っていう。川の登場ですか、うん、川、そうですね、やっぱり川が撮る時にもうこの映画絶対川が重要だから、川をなんかうまいこと撮れないと、うん、こんな作品失敗だなっていうようなのを思ってましたね。橋はどうでしょう。橋は本当にたまたま民宿のすぐ近くに橋があったので、計算してっていう感じじゃないんですよね。なんかたまたまいい感じで橋があったから、だから後半にまあいいところで橋をが重要になってくるんですけども、うん、それもなんか最初の台本では別に橋っていう風にイメージしてなかった、橋って書いてなかったんですよね、うん、だからあそこにいい橋があったから、たまたまああいう風に橋を使えて、うん、いいシーンになったなって思ったんですけど、手錠のままの脱獄って映画ご覧になったんですよ、はい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 、あれはすごくいがみ合ってる二人で、うんうん、手錠されたまま、まあ、はいはいはい、逃げていがみ合ってばっかりって、そういう、まあ、人種の話とかいろいろ出てくる映画なんですね、うんうん、見てると何回かですね、向こう側に橋が映ってるんですよ、うん、それは監督が意識して橋をかけてるんですね。それからデパートデッドって映画の、まあ、それはメイキングを見て知ったんですけど、スコセッシがね、バツ印とか十字架をね後ろにわざと配してるんですよ。どっか意識から人が残るようにっていう、
やってて、で僕はこれ見た時に川と橋っていうのを監督が意識されて、やっぱり人と人をかけるのは橋だし、でまあ時間の流れで人生いろんなことあるけど川が流れていくんだよって、その中にもしかしてカッパもいるのが人生かもっておっしゃってるような気もしたんですよ。だからあの川はメディアであるっていうことを言ってる映画かなと、ちょっと理屈っぽく言えば。あ、でも僕だからね、なんかそんなスコセッシとかみたいに計算してやってるわけじゃないんですけども、うん、なんかそれってやっぱり多分作っていくうちに出来上がってくるものだと思うので、なんかあの多分川はまあ もちろん川は重要だっていうのは分かってましたけども、そのなんか意味とかあんまり深く考えて、うん、意味じゃなくてもね、でもなんかどっかの意識がね、うん、あれば、うん、なんかすごくそういう意味では重層的な、うん、映画だなと。そうですね、だから僕もだから見て、あ、なるほどこういうことかって自分で作ったけど、見よう、あの自分で見て、あ、川がこういう、あ、こういう意味があって橋があって、こう、あ、なるほどなっていう、なんか自分で発見するみたいな感じですね。あの2人の、主演のお二人のシーンがあるんですけども、はいはい、そのお二人のシーンが、花火とか言ってますか、はいはいはい、花火のシーンがすごく私はもう大好きで、あれもこの民宿を、ね、経営しているあの頼りな弟と謎の女の二人ですね。花火するシーンがあそこ、はい、もうあそこいいって言ってくださったの本当嬉しいんですけど、ですか、あの何度も見たくなるシーンで、あそこである告白をするんですよね。花火そこで川の音がやっぱりしてるんですよね。その川の音がなんか誘うものがあるんじゃないかなと思って、あとね、僕ね、花火ってね、なんか過去へ戻るもんだと思うんですね。だいたいあの元々隅田川の花火大会も、ね、あの疫病退散とか、ね、はい、亡くなった方を鎮めるみたいな意味であって、はい、それはあの僕が出していただいたあのこの空の花と大林信彦監督の長岡の花火も、はい、そうですよ、ね、あの空襲で亡くなった方とあって、はい、であそこで花火っていうのはまあなんか残り物の花火あるからみたいなことでやるんだけど、やっぱりちょっとまああまりストーリー言えませんけど、死んでしまった人のこととか少し過去へ戻ってあそこで2人の心が溶けていくっていう、ありますね、あれはでも橋の上ですよね、うん、そうですね、もう花火自体も最初の台本に花火って書いてなかったんですけど、そうなんですか、それなんか結構撮影の直前になって、あ、ここやっぱ花火があった方がいいなっていうので花火やりたいって言ったら、結構あの花火って準備する周りがざわめきましたね、スタッフが、あ、どうすんだよ、いきなり監督いきなり何出すかも、夜の撮影じゃんそれみたいなでもなんとかなったなんとかなった、あれはまあ派手じゃないのがいいですね、でもね、だから片隅の二人の話なんですよ、カッパの女、これいろいろな角度から楽しめる一方です、はい、今日最後の曲、映画カッパの女オリジナルサウンドトラックよりエンディング曲。では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで、ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 044-711-1400、 E メールアドレスはすべて小文字でkst@kawasakifm.co.jp までお待ちしております。市橋プロデューサー、どうでしょう、映画公開直前、しかもこういう世の中で公開になるという、はい、今のこの時期は。そうですね、まああのこれ公開時期自体はもうだいぶ前に決まってたんですけど、そうですね、どのタイミングで発表しようかって、うん、まあいろいろ悩みながらやってます。で、あのまあ今週土曜日11日から始まりますけど、なんとか初日はですね、監督キャストで舞台挨拶を、やりたいというふうに思ってます。はい。市橋さんもいらっしゃる。あ、僕もあの、ね、多分隅っこで MC やってると思いますけど。司会はいはい。じゃあ辻の、正樹プロデューサー最後に。はい、あ、プロじゃない、監督です、監督です、はい、まあ、まあそうですね、新宿池袋ですので、まあ行きにくいって思ってる方もそうですね、すいません、今話題のフェーズシネマとシネマロサです、はい、あの映画館って本当にあの対策をしっかりやって、はい、そうですので、うん、あのぜひ見に来てください、そうですね、ですね、まあ、ぜひ初日は満席で、はい、そうですね、まあ、満席満席でも半分ぐらい、そうなんですよ、はい、皆さん、カッパの女、私も非常にあの楽しみな、公開楽しみな映画です、今日特集をお送りしました、辻野正樹監督、そして市橋浩司プロデューサーでした、ありがとうございました、ありがとうございました、またありがとうございました、来週は阿川靖子さんが登場します。岡村陽一のシネマストリート、ありがとうございました、ありがとうございました。
さあ島岡さんいかがでしたでしょうか。カッパの女、うん、タイトルがまずいいですよね、うん、じゃね。でとにかくね、なんかいい味を出してます。はい、監督おめでとうございます。はい、そして久しぶりの声もいい方来ていただいております。さあいかがでしたでしょうか、林さん。はい、やはり待合室での放送のあれは何を言ってるんですか。ちゃんと喋りなさい。よーい、はい、はい、待合室で放送聞いてもね、感じは乗ってこない。早くコロナ終わってほしい。そうですね、一緒の部屋でゲストと語り合いたい。はい、はい、ではベテラン、はい、桜井マリちゃん。私は昨日都民なんで都知事選がありまして、はい、お疲れさんでした。ちょっとまあ、学生としてショックを受けているんですけど、うん、まあ、強く生きていきたいと思います。はい、はい、そして宣伝の高木優子さん、いかがでしたでしょうか。そうですね、じっくりたっぷりご紹介いただけて大変ありがたく楽しい時間でした。ありがとうございます。ご飯食べた？元気ないね。大丈夫です。どうしたの？すいません、食べました。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてカッパに来ていただいております。あ、違うわ、この黄緑の、はい、吉村桐生ちゃん、いかがでしたでしょうか。はい、楽しくやらせていただきました。岡村さんが動画をたくさん見ていただいててすごく感激しました。はい、ありがとうございます。菅原王さん、はい、緊張したんですけど、ちょっと顔見せてください。せっかくですから、すいません、はい、3密ですが、はい、緊張したんですけれども、楽しい時間を過ごさせていただきました。チャンネル登録よろしくお願いします。何チャンネルでしたっけ。エチュードチャンネルです。はい、お願いあるんですが、はい、次回はギターを持ってきてください。めちゃめちゃうまいです。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして番組初登場の、はい、こちらからいきましょう。はい、西村美久。ミキです。ミキだ、ミキさん。はい、はい、初めての出演ですごい緊張したんですけれども。初ラジでしたか。はい、はい、とても楽しかったです。またぜひ参加させていただきたいです。はい、ブース見てください。はい、そして市橋浩二プロデューサー。はい、カッパの女、今日はいろいろ宣伝させていただいてありがとうございました。はい、次からはカメ止めじゃなくてカッパの女プロデューサーと。そうですね、これが大ヒットしたらもう、はいはい、カッパの女のプロデューサーがカメ止めもやってらっしゃったのかぐらいになるといいですよね。それでお願いします。はい、さあ、はい、そしてその監督でございます、脚本も書かれました、辻野正樹監督。あ、今日はどうもありがとうございました。カッパの女に対するなんか感想をいろいろ言ってくださったのがとても嬉しかったです。楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。はい、女女です。カッパの女、長田涼子です。何あなた乗りやすい人ですね。今日は演舞ゼミナールのシネマプロジェクト最新作ということで、うん、カッパの女、うん、辻野監督の長編初ですね、うん、この作品紹介させていただきました。第2部で、第1部でもやりましたよ。すみません、うん、第1部でも第2部でも紹介させていただきました、うん、長いよ。はい、はい、今映画館行くのまだまだ怖い方もいるかもしれませんけれども、この映画を見たら絶対に自分の心が強くなれたりとか、ハッとする瞬間がたくさん詰まっている映画だと思います。みんな映画館に行こう。はい、もうね、いや後ろ向かなくていいです。とにかくね、ウェーブス、ね、なぜかねちょっと似てる。ね、共通点は人生みたいな映画ですよ。でちょっとね、こう折りでございましてね、タペストリーのような映画でございまして、なんかこう僕いろいろ言ったじゃないですか、映画を見てこう思うとかね、はい、僕ねあれね事前に考えてたんじゃなくてね、お話ししてるうちになんかこう出てきちゃいました。あの橋、うんうん、川がメディアであるっていう話もそうですけどね、非常にね奥深い、うん、重層的な話でございます。ほんでここの川並のやっぱり鮎の塩焼きを食べに行きたい、民宿にも行きたくなりました。ぜひカッパの女ご覧ください。今日皆さんありがとうございました。またいらっしゃってください。来週はジャズシンガーの阿川泰子さんが登場いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。